どっちから行こうかな。一回。70代女性。一人暮らしの老人や、日々静かに暮らしてるようやな。しかし、そんなことより、この部屋には、もっと恐ろしいものがおるんや。あれかな、ネズミを駆除する殺鼠剤的な。この部屋の除霊を開始。あら、いいソファ。さて、ここはどんな感じやろな。ん？ BGM が止まった。お、早っ。ベッドに、おばあちゃんと夜な夜な。いきなり出会ったな。しかし、今回はえらくしょぼいやっちゃな。おばあちゃんのなんか血縁者が化けて出た。住人は、おとなしく本読んどるややな。せやけど、油断したらあかんでいくど。この部屋には、もっと恐ろしい奴がおんねん。あ、わかったね、ネズミが恐ろしいっていうやつは、あれですよね。そいつに気づかれたら、おしまいや。その前に、さっさと終わらせてしまおうや。よし、このゲームでも俺、ノルマ達成できそうだな。なんか、あれだね、結構びっくりマークついてなくても、調べてネズミコインをゲットしようみたいな、そういうとこなんだね。ねえ、トイレの砂といい。奥の部屋はまだ行けない？よし、じゃあ。こんにちは、悪霊。もう撃つ？タンスに、えい。ベッドに、えい。枕に、えい。絨毯に、えい。うん、今回はなんか、特にないね。多分今回は、悪霊は楽に倒せるけども、その後が、大変ってことになるんだろうな。この部屋にいる、あれで。よっしゃ、今回は簡単やったな。そんじゃ、戻ってきて、ん？おお、増えた。もういいや。まだ悪霊がおったんかいな。今回は早く終われると思ったのに。そう、うまくいかんか。おばあちゃん、おばあちゃん。大丈夫？おばあちゃんの視界内に入ってない？これ。ん？ちょい待ち。あかんでくど。やつが、現れる。こうなったら、覚悟を決めるしかないで。あんちゃん。弾だけは取られんよ、気ぃつけや。でーでん。でーでん。でーでん。あそこや。住人のおる、椅子の後ろにおる。ついに姿を現しよったか。猫？わかっとらんな。猫といえば、ネズミの天敵や。そして今のワイラは、ネズミなんやで。む、来るぞ。気ぃつけや。行くにゃ、殺すにゃ。ネズミは、全部、やっつけちゃうんだにゃ。そんなことしないけどね、にゃんちゅう。にゃんちゅうって、ネズミの心を知るために、あえてネズミの着ぐるみっていうか、かぶり物をしている猫だからね。お、あんちゃん、生きとったか。よかったね。めちゃくちゃにじゃれられてもうたな。猫の恐ろしさが身に染みたようやな。うん、ともかく、まずは猫をどうにかせんといかんな。にゃーん。なんとかできそうな気もするけども。花瓶？使えそうなものがいくつか入っとるな。わ、いっぱいある。グルコサミンサプリ。おばあちゃんやかな？いや、これは使えんやろ。ただの栄養サプリや。ばあさんもなんやかんやで健康に気使ってとるんやな。しかしこういうの本当に効果あるんやろか。まあね、健康食品はね、法律上、効果がありますとか書いちゃダメだからね。まあまだ若いワイラには関係のないことやな。だから難しいんだよね、健康食品結構。効果もちろんゼロではないけども。あ、でも物によんのかな。医薬品はね、ちゃんと、薬効を実験して分かるようになってるけども。猫パンチマシン置いてみよう。さあどうぞ。お、これはミルのパンチ力が試されるんだね。よし、猫パンチマシンで遊んどるようやな。
少しなんかちょっと楽しそうやな、マザル。なあちゃん、除霊が終わったらそのパンチマシン持って帰ってってのはあかんか。ポイン、にゃー、楽しそうだね。他のも試したかったな。さあ、これで、あれ？あ、ダメだ。あ、パンチマシンも飽きたんだにゃー。そろそろ、げ、ネズミちゃんと遊びたいんだにゃー。やったにゃー。なしとげたにゃん。ダメだったか、ダメやったか。車内仕切り直しや、切り替えてけ。猫じゃらし、ボールの方が遠くに行ってくれそうだけどね。これこれ猫じゃらしだぞ。本体にネズミ本体にじゃれそう、じりじり。にゃにゃん。ですよね。やんちゃん。そりゃそうなるで。正直今のは予想できたんとちゃう。まあ何でもやってみるっちゅうのは大事やけどな。ちょっとおもろかったしええやろ。さてボール。ボールもなんか効かなそうな気がするな。で結局これ全部試した後にまた新しいのがっていうことになりそう。ボールだにゃん。それよりも、ネズミスワンの交換のボールの方が興味があるんだにゃん。ダメでしたね。やっぱりダメみたいやな。あんちゃん、気に入られとるんか？っていうか、あんちゃん、もはや楽しくなってきとるんとちゃう？命を閉じて、楽しみを先行させたが、もみくちゃんにされながら、まんざるでもない顔しとったで。さあ、もう晩酌尽きたように見えるけども、ん？お、猫ちゃん飽きた？お、寝た。閉めたね。遊び疲れて寝たみたいや。苦労したが、今ならいけるはずや。やったね、ネズミの、ネズミじゃない、猫の体力を消費させて。近い近い。おばあちゃんに向けて撃て。あ、画面外とかいけるんだ。広告に向けて撃ちたいな、これ。お、4体やんなきゃダメか。やったぜ。今度こそこの部屋も除霊完了やな。ん？どりゃ、まだ悪霊の反応があるな。おばあちゃんから入ってくる？あらあら、ベラちゃん、いつの間にか寝ちゃってたのね。にゃんにゃん。あ、やっぱりおばあちゃんから入ってきた。はあ、もう長いこと生きてきて怒ってるのはこの子だけ。長生きなんかするものじゃないのかもしれないね。そんなこと言うなよ、ばあちゃん。また現れよったな。住人に取り付いてるこいつが本体っちゅうことか。今までのやつは取り付かれた住人が取れた場所に残った分霊っちゅうところか。ともかくあいつを除霊すれば今度こそ解決のはずや。住人は本取りやるし、本を読んでるやるし、老人や。おそらく大丈夫やろ。あんちゃん、頼むで。そう、うまくいくかな。あー、にゃんち起きちゃった。にゃんにゃん、おはようだ、にゃん。ぬぬぬ、にゃんちが目を覚ましよったか。わいらが飼い主に危害を加えると思っとるんやろか。逆や逆。わいらは住人から、住民を悪霊から救おうとしてるだけであるのに。目を見て訴える。メンチビーム。分かってくれた。すごい。ニュータイプ。キュルルルルリン。このプレッシャー。お前と遊ぶの。楽しかったんだにゃん。拳をぶつけあった、お前が危害を加えないって言うんやら、目は信じるにゃん。こいつは今そう言った。ちゅうことにしとこうや。あれ、あー、ゴッキー、餌を餌てがお裾分け、なんか置いてったな。で、あんちゃん見てみ、これは
虫の死骸やんけ。いらんが。まったくこれだから猫っちゅうやつは。ねえ、猫はね、取ったよ。褒めて褒めてって持ってきちゃうからね。まあ本人はきっとプレゼントのつもりなんやろ。悪気はないんや。ともかくや、これで今度こそ除霊できるはずや。持って帰ろう、死骸。ダメか。ご飯にえい。猫怒っちゃう。とりあえず猫にえい。痛いにゃ。こらこら、あんちゃん、猫にちょっかい出したらあかん。まだ機嫌悪なったら面倒なことになるで。ちゅうか、あんちゃん、悪霊以外には効果がないこといいことに、水鉄砲感覚で撃ってへん、ギク。いたずらの道具ちゃうで、まったく。でも俺猫に撃つわ。楽しい。おばあちゃんの弁慶の泣きどころに、えい。ダメか。じゅん。こうしてみると、ネズミ、でかすぎないか。3度目の正直や。今度こそ、除霊完了やで。よーしゃんちゃん、射撃はもうお手の物やな。見事な腕前やで。腕前なんだろう。S かな。ただいま。で、もう一つ。お、次が最後の一部屋やな。いや、そんな終わらないでしょ、すぐには。ネズミバスターズの仕事もいよいよ大詰めってとこや。ゆっくり休んでや。呪いのアイテム。ああ、そうだよ。興味あるんだろう？人間の頃に、ああ、なんか週刊ストーリーランドに出てきそうな怪しい店が。それ、何かできるんや。ひひひ、使い方次第さ。ひひひっていう人。リアルにいるのかな。魔女でも興味言わないんだろう。これを使えばアパートの取り壊しを中止することができるやろか。いくらや。お代はいただきませんみたいなこと言っといて、苦しむ姿とかそのリアクションを楽しむタイプの人かも。モグロさんみたいに。市内のアパートで事故が発生しました。このアパートは取り壊しが予定されており、この日が着工日となっておりましたが、この事故により中断を余儀なくされ、再開の目処は立っていないようです。わいは、間違ってたんやろか。いや、後悔はしとらん。後悔はしとらんけど、責任は取らなあかん。そのために協力者が必要やったんや。最後に全てを終わらせる役目を任せられる協力者が全て終わらせる、なんだろう、葉っぱ解体のボタンかな。おはよう。最後の一部屋行ってくるね。このゲームのショップ、広告消去のやつもそうだけども、ありましたね、追加エピソード。まあこれは買っても、うん、本編ではやらないというか動画ではやりません。追加コンテンツだし、クマレスの頃とかもね、うん、何編って言ったっけ、あの冥界編だか、なんかそんな感じの名前のやつは、あの動画とか配信とかでやらないでくださいってあった気がするな。コンプリートパック、追加エピソードと広告の消去が一緒になったお得なパックだね。370、370のところ、うん、610。スポンサー、これいいよね。この方のゲーム毎回あるけども、クレジットに名前が載ると、特典としてミュージックプレイヤー機能が使えるようになります。いいね。開発モード、グッズ3点。おぉ。エピソード、熊のレストランとグッズ3点が追加されます。へぇ。プラチナスポンサー、クレジットに名前載って、うん、ゴールドと、同じ得点。これはあれか、ほんと投げ銭だね。うん、もっと振り込ませてってやつだね。